もうこうなったらさ、あの気になったやつ全部頼んじゃえばいいじゃん。いや、本当に品定めしてるけど、一番気になるのは俺行きはちくるんだけど。これだって元気だよ。あったんでしょ。え、全然あったよ。ちょっとだけないですか。ああ、一瞬だけ、一瞬だけで。その後朝まで付き合ってます。で、今やっぱり愛も変わらずエロいエロいムードだし。あ、築地行った時に。変わらず、あいつがエロいムード出したの。新橋の JR の銀座口で、いや俺ちょっと今の人付き合っちゃった。知らねえよ。ホテル誘ってみてる。俺らはもう一回行きます。おじゃじゃ電車乗らねえな、あいつだけすごいよな、あれあいつすごいよ、あいつの風俗好きは性欲半端ないよ、半端ない一番強いのってやっぱお前だよこんなの性欲強いって言ったらもうダントツ無理じゃない。おぉ、無理ほら、やっぱそうじゃない。同様同様ですね。ダントツ無理。僕ですか。いや、1位だな。ダントツでしょ。堂々の顔めっちゃエロいじゃん。それ、スケベだよ、本当に。あれすぎだ、お前は。お前もスケベだからな。言ったけど。いやいやいや。ああ、一番のスケベ映画だよ。江戸時代に行ってももう共通だよ、お前張り紙で叩いてる。やるもん、やるんですよ。スケベスケベのユウスケ野望でつけられちゃう。ヨバイのユウスケ。ヨバイのユウスケ。スケベそうだったな、宇野はあの時代。死んだみたいになっちゃう。実在しますから、実在のチーム著書にも記してあるスケベだった。ここで結んでる。結んでるやつ。どうすか。でも、え、さんだと思ってました。あー、あれだってサイコパスワードだよ。今あるほんとスケベだよね。いや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 、いると思いますよ。喫水の。喫水のスケベ。江戸時代だからすごいよ。いや、いますよ。宇野っていうイメージ、スケベに行くんだよ、あいつは。ジョーカーで言われてるよ、もう大奥にしか入らない殿がいるっつって。桑田はやっぱあの時代でも相当やっぱり風俗ばっかりって思う。おお、遊郭、遊郭また来てるあいつみたいな。常連常連なんならもう嫌なんだけどみたいな。いや、これいいじゃんいいじゃん。一問で。一問でいいでしょ。一問でいいよ。あいつでは和服似合いますよ。あいつ多分一番似合うと思う。慣れ方でだから貧相なんですもうね、村民貧乏だもん。ゆうたさんのタイプを、ゆうたさんの好きなタイプを、面白い人、俺知らんすよ。え、ウィンウィンっすか。大好き。風貌で言ったら面白いなんかなくない。そうっすね、わかる。じゃあ、この前言ったらクズマの。あれやばい、あれやばいやつがいたんです。え、さ、あれ何、マチャミみたいな感じ。マチャミどっちも面白いじゃん。面白いじゃん。よろち首じゃん。いらない。一生懸命やったのに。それどっちやっけ。いや、まったんまんの。ケンナゴじゃん。面白い人か。面白い人か。ノリ1個ですよ。ノリ1個。そう。小ギャルですからね。小ギャル。バカそう。超ウケる。超ウケ。爪長くてこう叩いてる。ギャルなんすか、違う。ギャルが好きなんですけどさ、結果今ギャル嫌い。明るいよ。ギャル嫌いじゃないけど、ね、むしろ黒い方。年齢はじゃあ、でも下ってことになりますからね。30代の黒ギャルはいないですよ。17歳。アマさんぐらいしかいないですよ。でも俺小池圭介みたいな。濃いめで俺、歯セラミックのやつやめちゃう。セラミック、マチョだ。セラミック品川だよ。牛耳ってるよ。カメラあるから。セラミック品川。セラミック品川やばいっす。ミック品川。略してんじゃねえよ。
行けるギャルデリアもう経験者ですからね。めっちゃ黒いの来たよ。黒いから知る？メロンちゃんっていう。待って、5点中何点？え、ギャルデリですか？ギャルデリ結構レベル高かったです。何点？コマ6で言う。3.8。 おー、結構じゃん。トップ1000だよ、お前それ。ね、コバログで今まで風俗ランキングで、はい、トップランカー、トップってどこ？トップですか？今まで一番の風俗ジャンル問わず。あのミルクシェイクは何点？ちなみに言うと。ミルクシェイクも 3.58 ぐらい。あ、じゃあギャルデリーとかじゃない。え、そうなの？メロンちゃんの方が。何回も今までさミルクシェイクの話してるんだよ。ミルクシェイクはいつも行ってもいい店で。あー言うたら。そうそう、アメリカ高いみたいな。そうそうそう、アメリカみたいな。本当や、毎回低すぎだ。あ、外れないね。とりあえずね、じゃあ行くみたいな。え、じゃあコバログ1位はどこ？1位はゴールド。日本中でいいよ。ゴールド、ゴールド。トップ1ですか？トップ1。あ、難しい。姫路の。姫路、兵庫。兵庫。姫路？遠征試験だよ。何出張変だよ。だね、そこも1回しか行ってないんで、なんとも言えないんですけど。じゃあまあ、それ1回が良かったんだ。そうですね。ギャルデリが半端じゃない。ギャルデリが半端じゃないんだ。ギャルデリが半端じゃないんだ。バカなんだよ。バカっぽいな。そのノリなんだよ。隠し合わせ。こいつ隠し合わせ。所さんじゃねえか。ああ。ついにコバログ1位が。1位じゃないんだ。3位。3位。博多。これはもう出張に行った。出張編多くない？出張編多い。それは何屋さん？それはね、何屋さん？箱ヘル。箱ヘル？ホテヘル？箱ヘルです。何ですか箱ヘル？店舗型ヘルです。お店で全部するって。あー、なるほどね。はい。が、よろしかった？よろしかったですね。高須って、まあ高須あるね、はい、高田の繁華街。いろんな男の欲が乱れてるんですよ。はいはい、デデ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 
シスだったり、はいはい、オエシスだったり、もういいよ名前のやつだよな。そみんなソブ結構ソブ向いて言うの、その中で戦ってるヘルスグループがタワーになってる、ヘルスタワーがビルガーみたいな、ヘルスタワーが全部ヘルス、へぇ、カサクル、本書けよマジ書けるよね、書けますよね、フールとかも全てただね、これねフールとかも全て出張行ったら大体もう行くんだ、とりあえずやっぱ出張行ったら現地の地の地のものを食べます。あーはいはい、夜も昼もでも出すけどね、出すけどね出すもん入ってるよ、江戸っ子みたいな、江戸っ子みたいな、全国各地タレをバトンまいてます。いやそう、そう考えるとマーキングすごいから大ゴズマーキングは全国散らばってるよ。じゃあ早く日本地図、白紙の日本地図、博多にも姫路にも、もう大ゴの精神は名古屋にも、名古屋にも、京都はね、来たかったけど行けなかったの。あ、蜜蘭、そう蜜蘭ってすごいのがあるんですよ、蜜蘭っていう、僕も聞きました、後輩から電車の、あーなんか聞いたなそれ、うん、セットあり、普通だったらありえないお試しができるんですよ。あ、トライアル？トライアルできるの？トライアル、トライアルして5分、5分、5分お試し、でその中で取れる、行きます、でもその選んだ子が別の種類タッチの差で選ばれてたらいないんですけど、なるほど、でも 1人目で来た時にじゃあもう君ってなったと思うんですよ。急いでる、セルと一緒です、チミ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 、3人試して選べることできるんですけど、いなかったらもういない。なるほどね、それがもう深いな、それも。それが僕、友達が大阪と京都の間に住んでいて、で、泊まったんですよ京都とか、はい、そういえば京都ってなんか有名な店だな、正解
なるほどね。って言ったら、町なんですけど、結構町なんですよ。同じ系です。大阪の飛び出し新地はない。飛田はないです。飛田ないんだ。沖縄はありますけどね。あれか、はい、すごい。それ長所だよ、長所。長所お前。大悟の冒険。クレイジージャーニーだよね、ある種。ほんとごめんなさい、なんか、あの人ネタにもなりますしね。まあね、風俗に困ったら、大悟さんに聞けみたいな。コーナーできますよ。あくなき探求心なの、急風俗への。やっぱり、でも、やっぱ血のものっていうのは、結局、あの、かかりますよ。そろそろなんか、スポンサーここつけた方がいいんじゃないですか。ユニクロとか。イメージダウンだもん。天がそんなんじゃない。岡本が相模だよ。あの店舗型じゃないところ結局どこでも一緒じゃないですか。同じなんでホテルに行くだけの気持ち。その近くの近場の女が結構東京かも。東京の女が関西とかの出稼ぎ来たりしてるんで。土浦もそうだ。土浦もよ。いや、でも大悟はそのエイズ的なもん大丈夫なの。大丈夫です。それは大丈夫なの。大丈夫ですよ。一回金玉が腫れた時はありましたけど。それは何だったの。それはもう本ですね。なんか治った。まあ、自然治癒しました。怖いな。怖い。え、それ今潜伏期間とかじゃないの。じゃないですね。そのうち髪が抜けるとかないから。リンパが腫れた時はありました。すごいね。いや、逆に分かる。地のものを食いたいのは分かるんだよ。飯を食いたいな。で、酒飲んでちょっとエロい気分になるの分かるんだけど、じゃあこの後なんか探してやる。俺そのね、そこがちょっとないの。行動力はね、残念。大悟すごいな、そこと思う。それは違うんですよ。なんかね、逆ですよ。え、むしろ逆。何の逆だ。ゴールを決めてからがその段階を。ゴール、そこの店に行くぞが決まってから。あ、お前ちゃん、なるほど。食べよう。先に決めちゃうのか。しおりができてんの。あ、なるほど。スケベじゃねえか。先生の言うこと違うわ。先生一番スケベかもしれないですよ、そう考えたら。先にエロ決めてからの、そう、飲みなんだ、逆にね。そうっす。あ、だから検査するんだ。 あんま飲みすぎても、うん、タッチがあんまどんどんこの、ね、逆算ね。俺らも飲んだ後の結果でどの動くだ。これって引き算の美学だよ。あー、なるほどなるほど。あ、それ学ぼう。あー、これはすごいな、深いな。仕事ですよ、ゴールを決めて。藤田誠だよ、お前は。必殺仕事人間だよ。でもやっぱね、何が面白いかっていうと、東京で行かないんですよね。いや、やっぱ地方に行った方が、うん、分かる。開放感あるじゃないですか。地方に行った方がなんか美味しく感じるしね、もあの、うん、食べ物とか酒も。渋谷とか行って、あ、キャバってあんま行かないで。そう、行かないね。なるほどな。ちょっと今日深い話来たわ。その日のただの性欲の話じゃないんです。その精子がやがて土となり。いや、ティッシュだけどな。ティッシュでゴミ箱だけどな。うん、なんかあれなんですよね。思い出なんですよね。なんでいいよ言うの。ダセえよ。一期一会じゃないですか。だからいいよ言うのが。僕はあんまりあの指名とかしないんで。ああ、なるほど。顔、うん、じゃないんだと。一期一会なんですよ。フォレストガンプだよ、まだ。そう、人生はチョコレート箱のような。Because films.